アークレーリ空港はアイスランドの北部アークレーリにある空港である。エーアフィヨルドに隣接するアークレーリへの航空交通は水蒸気によって担われていたが、1950年代に河口を埋め立てて滑走路が建設され、1954年12月に最初の飛行機が着陸した。当初、滑走路長は1000メートルであったが、後に1940メートルに、 2009年には2400メートルに延長されている。国内線は、レイキャビーク、ケプラビークへの路線のほか、周辺の小都市へ向けた路線が運行されている。稀にではあるが、宣言協定以外の国への便もあるため、出入国審査場は存在する。2010年のエアフィアトラヨークトルの噴火の際には、噴火の影響で、ケプラビーク国際空港が使用できなくなり、 ケプラビーク発着の国際線の一部がアークレイリ空港を使用して運航された。なお、国内線では通常手荷物検査は行われないが、ケプラビーク行きの乗客に限り移動可能な X 線検査機とテーブルを取り出し、手荷物検査が行われる。その際は、ケプラビーク行きではない乗客も含め、すべての乗客が出発ロビーを出て、 チェックインカウンターの方へ移動するように求められる。ありがとうございます。